どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。こちら法政大学キャリアデザイン学部の教授の田中先生です。こんにちは、法政大学田中です。いや本日もよろしくお願いします。お願いいたします。今日はですね、就職活動において絶対に聞かれる質問って、学生時代頑張ったことはありますか？学知か。はい、そうだと思うんですよね。それって、やっぱ話すことがないとか、まあそもそも今の見ている方で大学1、2年生の方も多いと思うんですが、何を話せば就活にとって有利なのかであったりとか、そもそも言うことがない人はどうすればいいのかについて今日はお聞きしたいなっていうふうに思っています。でまず大学1、2年生とか向けにちょっとお話伺いたいなと思ってるんですけど、就活に有利になる学士課とかってあるんですか？これはね、もう一つあって、みんなは人事の目線にまずなるってすごい大事なわけ。みんなだったらどんな答えが来たら面白いと思うっていうのを書いていったらいいと思うわけ、つまりこれがすごい大事で、みんなやってないの。自分が人事だったら、そう、まず学知化って言ってね、まず自分のことを書き出そうとすると、アルバイト経験とかね、サークルとか授業頑張ってたとか、なんかいろいろ体育会やってましたとか出すんだけど、自分の中にその答えがあると思うじゃん。あんまりないんだよ。まず人事の目線でどういうものが興味を持ってもらえるかなっていう視点に立った子たちはバン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 突破していきます。もうそれは12年間それ見てるから分かるんだけど、それは断言できる。人事の目に立つってことは、その人がどこの業界にいるかってことも大切なの。だから本当に百戦錬磨、就活を突破していく子たちは、ここの企業さんのこの人事には一番刺さる学知化はこれだみたいな、学知化のレパートリー5つぐらいで、やっぱりまたうまくいきませんでしたって相談来るわけよ。うちもゼミ生いるから、それはね、同じ学知化をひたすら打ち続けるんだよね。ここなんだよね。だ例えば企業にね、しゅんくんが提案に行った時に同じことをずっと指したって刺さらない時あるじゃないですか。はい、一番大事なのは、就活生ってのは相手が何を考えてるかってことを考える。それはどの学知化がこの人事の方に届くのかなって考えないで、だから面接ってさ、コミュニケーションだから、考えたことありますよ、そんなの。事前情報を知ってる場合は多分やりやすいと思うんですよね、その対話が生まれると思うんです、ただその初めて行った企業で、偉いだろうをおじさんたちが立ってた時にドキドキして対話にできるのか、そのおじさんたちが考えてることを組めるのかっていうのは難しいなって僕は就活してて思います。なんでドキドキするんですか？すごい人だと思うっていうことと、自分に自信がないからだと思います。これ一つだけみんな教えておくと、すごい人いません、一人も。ただし、先に生まれただけです。本当にそう。だからリスペクトはもちろんします。長年その現場で第一線で働いてこられたのでリスペクトはするけど、とてつもないすごい人ってさ、もうそんな風に思わなくていいよ。まあポイントはね、アイデンティティってすごい大事なの。自分らしさを自然に伝えればいい。怖がることはないし、人事の方がとてつもない人だと思う人はないんだけど、やっぱり自分らしい学知化エピソードを語らなきゃいけない。準備は絶対した方がいい。つまり暗記したことを喋るってんじゃないんだけど、頭の中にはさ、やっぱりこう整理しておくべきことってあるわけ。例えば自分が 1,2 年生の時にサークルでこんなことやったエピソードを語る時にね、少しノートに書いてみたり、パソコン PC でもいいんだけど、1回2回はその学知化エピソードをしっかり咀嚼しておかなきゃダメだよ。いきなりこう始まるじゃん、それで、あ、言われたみたいな。だから自然体でいいんだけど、やっぱりね、準備はするよね。事前にその人事の方の情報とか、会社の情報とかは最低限知っておく。見るよね。だって IR とか見れるし、ベンチャー企業でそういうの公開してなければなかなか厳しいけど、やっぱり上場企業なんか受ける場合だったら IR は絶対見るよね。株主に向けての企業の経営状態、成績表をこう公開するじゃない。ちゃんとね、どの企業さんも IR の株主説明会資料はパワポで作って、パワポで作ってますね。作ってるよ。それをね、見て、例えばどういう事業ドメインで、まあ事業のポートフォリオでうまくこう伸ばしてるかっていうのは分かるわけ。それ全部見た方がいい。だから暇があったら IR 見たくのは、やっぱり就活生としては大切なことだよね。今の、おっしゃっていただいた話って、誰でもできると思うんで、皆さんやった方がいいなって思いました。一方で、まだ就活やってない方とかにお伝えするとすると、就活が全くゴールではないと思うんです、内定がゴールではないと思うんですが、就活ってことを見据えた時に、今大学1、2、3年生が学知化のためにできることとかやるべきことってあるんですか、もしくはあっないとかってあるんですか？ある。言葉で言うとね、アイデンティティニッチっていう、
アイディア先に今考えたこれね、すごい大事どういうことか、ね、自分らしくあるってことが個性になればいいんだよね。つまりガクチカに置き換えて言うならば、どこにでもあるようなストーリーを話してると、まあそれが人事だと10人並ぶわけですよ、その日の。もう忘れちゃうね、個性、その特徴みたいなことが刺さるエピソードはやっぱり残りやすいよね。そういうとこまで今面接ってのはやっとくべきだと思うよ。負けたくないんだったらね、その面接で。ニッチって何かって言ったら、うん、自分らしさを深掘りしていけば結構ニッチになるから、うん、1、2年生の時に何か好きなことあるじゃないですか、はい、これとことんやった方がいいんだよ、うん、一番好きなこと何？ YouTube です。あ、面白い。確かにもうしゅんくんの場合は YouTube でニッチ化してるよ。就活ダイアリーでしゅんくんだもん。コモディティ化された人間ではあるんですが、たまたま YouTube をやってたから、ニッチやったっていう、本当運だけなんですけど。これ不思議だけどさ、ニッチになるとね、価値がついてくんだよ、はい、だからみんなのまず好きなことでもいいし、なんか継続できそうなことを極めたらいいんだよね。自分らしくあって自分の好きを惚れる人はどこの企業に行ってもね、そういう人はね、できるんです。それをね、まとめたのがこういうのがあるこれ本当そういうこと書いてある。これプロティアンって、要は変化の時代にね、変幻するってことなの、うん、だからある意味マニアック、オタク気質っていうか、ガクチカってね、そういうエピソードがいいんだよね。わざわざ面白いことを話そうって思う人はないですよ、うん、だけど企業の人事の方はどういう人柄なんだろう、どういう生き方をしてきた人なんだろうってことをやっぱり見てる、うん、そこの伝え方みたいなところが一番重要で、伝えるためにはその自分自身のことを深掘って分かってないと伝えれないっていうことなんですね。つまりビジネス思考って何かっていうとね、これすごい大事なこと今から言うんだけど、はい、サークルのトップをやってる人はこの新卒の面接を受けてる時に何割いるかって考えるわけ。つまり100人が受けてるとしたら、サークルのトップをやってるのはまあひょっとしたら 15% ぐらいいるんじゃないかな、つまり15人ぐらいは同じエピソードを語るんじゃないかなっていう読みができているかどうかが、これから皆さんがそのビジネスで働いてくれれば極めて重要な思考法なんだよね。じゃあ今持っている武器を増やすんじゃなくて、いかにその武器を尖らせるというか磨くかっていうところが大事っていう、ね、そう、掘ってね、届けるかだと思うんですよ。だから 1,2 年生の間にやっぱりやれることはある、まあ、自分の家にねいて、まあ、いる時間長かったじゃん、コロナで、はい、だけどその時に何もできないんじゃないっていうことなんですね。この配信、この、まあ、例えばオンライン授業の中で何をやったかって、まあ多分これからだったらさ、オンライン化した大学の講義のガクチカシリーズってのはみんな言い出すよ。つまり今までのノーマルができなくなった時にニューノーマルとしてどう向き合えたかっていうのがものすごいポイントなんだけど、そこでどういうエピソードを語れるかだよね。その逆境での行動パターンとか、そう、ある種の挫折からの乗り越え方とかで、そう、人間の本質が見えるという、見える、あの変化対応力が見える。もう企業は今そこしか見てない。あ、つまり今やれることがそのままできなくなった時に、それでもレジリエンス、しっかりこうグッとこうそこをこらえてまた活躍していける人材かどうかっていうのは結構人間の本質的な部分なんですよ。それをね、教えることってなかなかできないの。だからそのこれまで生きてきた人となりでそういう力って養われてるから、そこをね、見抜こうとしてるのが例えばガクチカっていうエピソードなんだよね、うん、ということは、うん、今学生時代頑張ったことを今面接で本格化してるので言おうっていう方は、うん、まあ、1個しか持ってない方はもう5個ぐらいとりあえず作って練習するっていうことと、 その一つ一つも本当にそれでいいのかっていうところと、そうそうそう、アイデンティティニッチかどうかっていうことをもう一回見直してほしいなっていうふうに思います。であの田中先生が出しているプロティアンというあの著書の本を下の概要欄に貼ってあるので、よかったら学生の皆さん買ってみてください。ちょっと読んでみて、これ面白いですよ。ということで田中先生、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。頑張ってね、ガクチカ。